5分でわかる CKD、 テーマは慢性腎臓病です。皆さん、 CKD という言葉を聞いたことはありますか？近年 CKD という新しい病気の概念が注目されています。慢性腎臓病と聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、今回ポイントに沿って分かりやすく説明していきたいと思います。皆さんは腎臓が体のどこにあってどういう働きを知っているかご存知ですか？腎臓は腰のあたりに位置する握り拳くらいの臓器で、空豆のような形をしています。おしっこを作ったり血圧を調整したりするなど大切な働きを担っています。腎臓を拡大してみると糸球体というたくさんの細い血管が集まってできています。糸球体は体にとっているものといらないものを分ける古式のような役割を担っています。通常私たちは握り拳ほどの小さな腎臓で1日あたりお風呂1杯分もの血液をこし出しています。この後こし出されたいらないものと水分からおしっこを作ります。しかし古式の目が壊れてしまうと、本来はいるものとして体に残さなければならないタンパクなどもこし出されおしっこに出てしまいます。なんとなく腎臓の働きをイメージしていただけましたでしょうか？今日皆さんに知っていただきたい CKD とは、腎臓のおしっこを作る働きが悪くなっている状態、おしっこにタンパクや血液が出ている状態を言います。ぜひ覚えてください。実は今日本人の8人に1人は CKD と言われています。とっても身近な病気なんです。 CKD になると何が問題なのか。腎臓だけでなく心臓病や脳卒中になる危険性が高まります。心臓病と脳卒中は日本人の死亡原因の2位と4位、脳卒中は麻痺などが残る場合も多く介護の原因となることでも知られています。CKD を予防すると死亡や介護も予防できると言い換えることもできますね。では CKD の原因はというと、年齢や腎臓そのものの病気もありますが、多くの場合は高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が原因です。ちなみに腎臓が悪くなった場合、進行していくと人工透析が必要になる場合があります。先ほどもお話ししましたが、腎臓では圧力をかけてこし出したいらないものと水分からおしっこを作るので、他の臓器の3倍もの圧力がかかっています。 CKD になりおしっこを作る働きが悪くなると、血圧を上げることで悪くなった働きを補おうとします。血圧があまりにも高くなると腎臓を傷つけてしまうので、さらに CKD が進行してというような悪循環に陥ります。糖尿病は血液の中の糖が増える病気です。飴やジュースをこぼした後ベタベタした経験はありませんか？糖はくっつく性質を持っているため、糖が増えすぎると血管にくっついて詰まったり傷ついたりします。腎臓は細い血管の集まりなので影響を受けやすい状態であると言えます。糖尿病の一歩手前の高血糖の段階から注意が必要です。そして最も大切なところ、 CKD はおしっこの検査で簡単に発見することができます。皆さんは年に一度の検診でなぜおしっこの検査をしているか知っていますか？尿検査はおしっこに含まれる成分を調べるものです。腎臓の元気がなくなると、いるものといらないもののふるい分けがきちんとできなくなります。そこで尿検査を行い、おしっこの中に本来出てきてはいけないタンパクや血液、糖などの必要なものが出ていないかどうかを調べ、腎臓が健康な状態かを確認します。 CKD は自覚症状がなく、かなり進行しないと症状が出てきません。検診の結果で異常があっても何ともないから大丈夫とそのままにしている人はいませんか？尿検査をすれば腎臓の異常を早期に発見できます。手遅れになる前に異常があった場合は必ず医療機関を受診しましょう。最後に CKD についてのまとめです。成人の8人に1人の身近な病気です。進行すると心臓病や脳卒中などの危険性が高くなります。予防には血圧と血糖の管理が大切です。おしっこの検査により
多くの場合は早期発見できます。以上4つを覚えて、年に一度は必ず検診で尿検査を受け、腎臓機能のチェックをしてください。これで CKD のお話を終わります。ご視聴ありがとうございました。